アントーン・デニーキンアントーン・イワーノビチ・デニーキンは、ロシア帝国の軍人である。アレクサンドル・コルチャークや、グリゴリー・セミオーノフラと共に、国内戦期における白軍の指揮官の一人である。1872年、デニーキンは、ブルツワベック郊外で生まれた。1899年、ロシア帝国の参謀本部アカデミーを卒業、ロシア帝国軍に勤務し日露戦争にも従軍した。 第一次世界大戦時は南部軍の師団を指揮、1916年には中将となった。1917年夏、ロシア革命後に旧ロシア帝国領を統治していた臨時政府に対するコルニーロフの反乱に参加したが、反乱が失敗したことにより逮捕された。しかし、デニーキンはこの年12月には脱走し、ドン地方で義勇軍を組織。 これ以降、赤軍に対する強力な戦線を張った。一時は連合国の支援も取り付け、ボリシェビキー勢力の主婦モスクワをも伺う勢いであった。1919年8月31日から10月までの期間、シモン・ペトリューラのディレクトリアに代わって、ウクライナの主婦キエフとオデッサを支配し、10月に赤軍に脱回された後もすぐに取り戻し、同年12月16日に、 再び赤軍に奪われるまで支配を続けた。しかしながら、典型的な帝政ロシア軍人であった、デニーキンは、ウクライナやポーランドの独立を完全に否定し、それらの勢力との連合を拒んだため、結局は赤軍により、核勢力は個別撃破された。1919年にはドン軍との合同により、南ロシア軍を組織するものの時すでに遅く、白軍の劣勢は、 免れないものとなっていた。デニーキンは1920年春にイギリス海軍の戦艦、マールバラに乗り国外へ脱出、各地を経てパリに亡命した。その後、デニーキン軍はピョートル・ブラー・アンゲリ将軍のロシア軍に引き継がれたが、それも1920年内には敗戦した。第二次世界大戦中、反素勢力の指導者の候補としてドイツ側から接触を受けたが拒否した。 終戦後、アメリカに移住。1947年、ミシガン州、アナーバーで死去。遺体は、軍隊の礼をもって、ニュージャージー州ジャクソンの聖ウラジーミル墓地に埋葬された。2005年、ロシアの市民権を取得した娘のマリーナ・デニーキナの要望により、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは、デニーキンの遺体のロシアへの埋葬を許可。遺体は、 同年10月3日に、モスクワのドンスコイ修道院に妻キセニアと共に、再埋葬された。マリーナは、同年11月17日に、ベルサイユの自宅で死去した。著書に、ロシア総動外説がある。ありがとうございます。